なんじゃこりゃー、かわいい。この色今まで持ったことないけどかわいいね。はい、レナ王国にようこそ。レナでーす。今日もハッピーおもろすぎる。今日はハイブランドのご紹介させていただきたいと思います。レナ様の購入品をみんなに紹介しようと思ってるから、みんなぜひちゃんと見てね。よくお買い物してると視聴者様に買ったものを紹介してくださいってありがたいことを言ってもらえたので紹介していこうと思う。拍手。視聴者様ってなんか距離が遠いんだけど、なんかいい名前あるかな。例えばレナー国民とかレナーシスターズとかレナーファミリーとかどうなの。ぜひそういうのあったらみんなコメント欄に書いてね。それを採用していこうと思います。ではでは早速紹介させていただきますね。よし、開封しよう。じゃ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 ーん、じゃ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 ーん、二の腕やばい。はい、おとといかな、台風の日にみんなお家に引きこもってる時に、私なんと買い物に行ってきました。暇だから。はい、これぐらい買っちゃいました。よし、この外にかけてるのがレインコート、レインカバー。とりあえずめちゃくちゃ大雨だったから、こいつらが濡らされないようにかけられてます。よし、それも一緒にガシっていきましょう。シュッ。ダス行きましょう。どれから行こうかな、迷うな。じゃあ室内から行こうかな。今日はこれとこれとこれと、なんでこれに鼻ついてない、落ちてた。あと大きいやつ、これとあともう一個ね買っちゃいました。とりあえずちっちゃいやつからいきましょう。まずこれなんだと思う。これはね、ネット見て可愛いなと思って実物見たら、こんなにちっちゃいの、こんなにちっちゃいのにこの料金。まあでも欲しいからしょうがないよね。見たら多分びっくりする。とりあえずいきますね。まずお花。あー、これさ、物をこうやって開けてるこの快感わかる。開けてる時がハッピーなの。買ったシャキーンと切ってる時以外、この開けてる時しか楽しくないんだよ、わかる。はい、行きまーす。みんないらないって言うと思うけど、じゃーん、シャキーン。これは何だか知らんし。開けまーす。ちっちゃいベイビーです。こんなにもちっちゃいシャネルのロゴです。何に使えるかっていうと、これブローチなんだよ。こんなにもちっちゃい、わかる。爪2個分もないぐらい超ちっちゃい。これで6万7万とかぐらいするんだよ。ただこれ可愛いなって思ったのが、コートの外にワンポイントとしてここにつけるっていうのは可愛いよねと思ったから。で、後ろがなんかピアスみたいな感じになってて、本当にピアスみたい。なんなら、でもこの料金ピアス買った方がよくね、今思った。したら2つ来るのに。何の意味でこれを買ったの、今更なんだけど。え、確かに返品しようか。やば、確かにこの料金余裕で2つ買える。したらね、カシカシってやっても、あー、もうこれは、でも可愛いからいいの。とりあえずつけてみるね、ここに。しかも服がさ、もう全然似合ってない。このタンクトップに全く似合わない。はい、こんな感じです。この服にはあんま可愛くない、だってこのロゴがでかいから。でもこれを買った理由としては、よし、次行きましょう。理由は次でわかるから。はい、次はこいつでーす。ギョー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 、なんだろう、これもすっごいすっごいちっちゃいね。開けましょう。快感をくる。楽しいね。さて、いきまーす。じゃん、ジャキーン、ジャキーン。はーい、超かわいい。これかわいいブローチ、新作なんだ。
して、この色なんか上品チックって言ったらいいのかな。黒と金ってやっぱ、ジャネルって感じするよね。とりあえず、これ、ブローチ。見て。めちゃめちゃ可愛い。買った理由として、コートの外にこれをかけて、その上にこいつが来たりとか、横にこいつが来たり、なんかダブルでつけたかったから、これを買いました。で、これはマジで一目惚れ。私の顔にシャネルがある。シャネルのマークの中にレナ様がいる。超可愛い。使い方としてはブローチだけじゃなくてこういう服とかにつけるだけじゃなくて冬とかになってくると帽子とか被るよね。普通の帽子だとなんか今日決まんないな、面白くないこの帽子と思った時に、はーいはーい、わーおー私なんて天才的。ほらこの帽子はどこの帽子？シャネル。ほらめちゃめちゃ可愛い。なんて天才的なんだろう。シャネルもきっとこの帽子多分出してくるんだろうね。可愛いでしょ。マジで、あの帽子可愛くないみたいな絶対なる。でも見せたらない。なんで私のオリジナルだから、天才だから、何でも本当にねフル活用なのだから、これ一個でいろんなことができちゃう。なんて天才。別に喉とこに差し込んでもいいわよ。変なの。こういうとこにかけたりとかでもいけるよ。だって閉じられるから。普通にネックレスに引っ掛けてこうやってやってても可愛いです。ワンワンワン、ニャン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 。はい、そんな感じ。とりあえずどうしよう、みんなが見えるようにここにしましょう。わお、シャネルだらけ。ということで、次この値段いくらだっけ。多分ね9万とか。でも9万ってさ、シャネルの10万以下って、まあしかも私の説明聞いたらなおさらこれはお得って感じしない。服も例えば普通の洋服でもこれつけたらシャネルの服になる。普通の帽子でもシャネルになる。だからそういうことなんだよ。このブローチの使い方はただ単に服とかじゃないんだよ。いろんな目的として使えるから便利だから。でも11月12月年末になってくるとクリスマスとかいろんなイベントが出てくるような月になってくると、こういう小物って絶対に絶対に売ってないんだよ。すぐ完売するから今行け。 OK? OK。 じゃあ次行きましょう。じゃん、次はこちらです。ね、聞いて、これだけはマジで本当におすすめ。これおすすめ。これは私どれぐらい待ったっけ。全然待ってないよ、1週間ぐらいかな。でも1週間も待ったんだよ。なんか画像でしか見てなかったけど、これだけは買って絶対にお得。もう今日のもの全部お得だから最後まで聞いて。じゃんじゃじゃんじゃじゃらら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 。はい、これです。ジャジー。はーい、これ待ちに待った待ちに待ったシャネルのベルトです。かわいい。これなんで可愛いかっていうと、普通にズボンの外にもこうやってね、みんなに見せてあげるね、この辺にもできるわけ。そのジーンズとかの外にもできるわけだけど、これウエストとやっぱこのズボンでかいのよ。私にしてはこれでかくて落ちてくるから、ここにあってほしいのね。こういう時に、まあ、このズボンには合わないと思うんだけど、ほらかけて固定してくれるわけよ。しかもめちゃくちゃ可愛い、合わせやすい。だからワンピースの外とかウエストが決まらない、この服なんか変だなみたいな、それにこれかけるだけでもうその服もシャネルになっちゃうのよ。しかもハイウエストになるから足長効果にもなるし、マジでおすすめ。で、普通のベルトだとなんか通して穴があって、じゃあこうやってやんなきゃいけないんだけど、これはこうなってるから本当にかけるだけですぐ外せるし、真ん中のロゴもほらここに隙間あって、ザ・シャネルだよね。もう首輪にしてもいいぐらいだね。これはマジでおすすめで、レナが買ってるのは65センチだね。
その上が70、75とか80だけど、これ多分一番ちっちゃいやつ。はい、これはマジでおすすめ。超かわいい。本当にね、こんな、なんて言うんだろう、ベルトで変わるのっていうぐらい、マジ服がめちゃくちゃなんか上品になる。コートの外とかもさ、コートってストーンってなってるから、あんまりなんかファッションとかっていうのはないじゃん。その外からこうやって引き締めてあげる効果にもなるし、めちゃめちゃいい。はい、終わりー。そんな感じ。はい、次はもう開けちゃったんだけど、これは来週にバリタに行くの、旅行してくるから買ったのよ。なんだけど、私赤そんなに好きじゃないの。だけどこの靴は黒だとあんま面白くないなと思って、赤もなんて言うんだろう、この靴ならシャネルっぽいなと思ったから買っちゃいました。これ私の足じゃないよ。これはなんかリゾートって感じする。デザインがマジでリゾート。こういうところ、サンダルじゃないけどここにこういうのがあって、ここにワンポイントシャネルのマークが入ってて、ぺっちゃんこだから疲れにくいから、これすっごいいいなと思って買っちゃいました。色そんな好きじゃないけど、このデザインなら可愛いと思ったから買っちゃった。はい、ちょっと履いてみようと思います。金具とかやっぱなんか切れてるよね、シャネルって。わかる？ここのデザインとかね、なんか可愛いな。はい、こんな感じです。あー、可愛い。ネイルはほっといて。あ、これはここにやるやつだった。可愛い可愛い可愛い。私の足ちょっとね、太めなの。こことかね、肉厚なんだけど、骨もでかくて、なんか全体的にプニプニしてるんだけど、これってそんな細くは見えないけど、でもなんか全体的な露出が多いから可愛いなって思ってる。本当に多分リゾート、その長いロングスカートとかリゾートスカートとかめっちゃ似合うからいい、おすすめ。はい、どう？この靴可愛いでしょ。値段はやはり覚えてません。次のバッグなら値段覚えてるから、とりあえず早速開けてみよう。このバッグ最初あの日、なぜか私めちゃめちゃ白いバッグ最近欲しいと思ったのよ。で、何が欲しいか特にないんだけど、白いバッグが欲しいの。だからその日シャネルに行ったの、開けつけたのね。どうしても欲しくて、で買ったのが、はーい、このバッグ買っちゃいました。みんなと一緒に喜びを感じましょう。今日のメインのバッグが、いや全部メインだけど、これもじゃあ行きましょうね。開ける時のこの音をよく聞いてください。このお花みんな欲しい？いらんよね。花家にまで100個ぐらいあるわ。鏡にベタベタベタってつけてたんだけど、最近キモいキモいと思って全部外した。はい、行きます。シャネルのバッグの箱はこうやって開けます。じゃらーん。そしてこんな感じは、私待ちに待った、全然待ってない、これも。じゃん、じゃじゃん、じゃらーん、じゃんじゃらじゃん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 、白じゃない。白じゃない。さっき白散々欲しい欲しいって言ったのに、白ちゃうやんみたいな。そうなの、白じゃないんで。これの白もあったんだけど、私の担当はこれをめっちゃおすすめしてきたのね。白多分その時10個ぐらい見せてくれたんだけど、なんかどれもピンとこなくて、うーんみたいな。で、最後に残ったのがこれ19っていうものなのね。で、19の白と黒持ってきてくれて、ただこれ今探してるでしょ、めちゃくちゃ多いらしくて大人気だから、それを聞いたらさ、これ買いたくなっちゃうじゃん。わかる？私も推しに弱いタイプなの。おすすめされたら全部買っちゃうの。わかる？だからエルメスとかもそうだけど、寄った店とかなんかあんまショップに行きたくないの。行きたくない理由は、入ったら絶対タダで出れない人。店員さんもさ、頑張って喋ってくれてるわけ。私に態度よく、あー、これどうですか、これどうですか、最後見て、あー、やっぱいいやんみたいなとか言えないタイプ。何かしらやっぱ買っちゃう。で、私も今回白がめちゃめちゃ欲しかったのに、でも、でも、おすすめされた黒、買っちゃったー。意味わからない。これ紹介してる人多
多いかどうか知らんけど、多分一番昔人気だったのはクラシックっていうチャンネルの中で一番多分今値上がりしてるバッグがそれなのね。ただそれ長くて、私はなんか体が子供体型だからあんまりそんな女らしいバッグ似合わないのよ。だからこんなふわふわ柔らかいやつの方がいいかなと思って、しかもこれ今すごい人気らしいし、とりあえずお店に入ってその辺には置いてないやつだからやっぱりこれにしました。でこれのおすすめポイント、このマークわかる？さっき買ったブローチ、あ、ここにあった、似てるのわかる？だからこういうの多分すごい私好きで、ロゴの色も好きで、金具がゴールドのとこもちょっとシャネルっぽくて上品だなと思って、このサイズは多分ミディアっていうサイズだったかな。あんまりね大きいとでも体からはみ出ちゃうから、これはちょうどいいサイズです。中一緒に見てきましょう。こんな感じ、ここにポケットが入って、ここに何か入れられる、ここにはもう本当にもうなんかいっぱいダーッて一緒に入れられるからいいよね。でふわふわだからやっぱ軽いで、こうやって手で持っていけるし、ちゃんちゃちゃちゃんちゃんちゃんってもできるし、こうやってね背負ってこうやって両手開放でもできるからおすすめなのよ。ここの肩のとこも太くなってるから痛くなりにくい。他のシャネルのやつなんか硬いやつすごいあるから痛くてもしょれないの。だからこっちの方がいいと思う。だからここもポイント、立ってみようか。はい、あー今日もいい天気、じゃ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 ーんで手で持つとこんなオフィスレディー、お今日もいい感じ、私世界一すごい女、おほほほほほほほ頭ラリってるけどまあいいか、かわいい、これはマジでふわふわでおすすめだから買ってくださいませ。はい、さてこの値段、確かあんまり詳しい数字覚えてないけど78万だったと思います。あのねシャネル多分最近てか数年、これ1、2年、バッグとか靴の料金めちゃめちゃ高くなってんの。昔クラッチバッグこんなちっちゃいやつなんか多分買った当時8万9万とかで買えたのね。今一番安いやつが17万クラッチで、クラッチ、あの薄っぺらのクラッチね。だから高いやつ全部24万超えです、クラッチでさえ。でバッグも去年私が買った50万のバッグだとしたら今年70万になってまーす。だからくー、早めにもし自分が欲しいバッグがあったら今買っといた方がいい。多分今後また 10% とか 20% アップとかなっちゃうからマジで心痛むよ。だから先に買いな、お金貯めて買いな。でもシャネルよりエルメスの方が価値あるよ。だからそんなに余裕がない子にはいっぱいお金貯めてエルメスを買いなさい。はい以上結論です。以上私が今日買ったシャネル、自分がおすすめしてるものです。はい、初めての購入品紹介だったけどどうだったかな、楽しめたのかな。アンチ増えてないといいけどブランドものって高いんだけど、でも自分へのご褒美だからそれを思って自分に何か買ってあげるのはいいと思う。また仕事頑張れるからよしってなるし、だから買いなはい、いつも高評価コメントチャンネル登録本当にありがとう。皆様のおかげでレナのやる気またまたさらに上昇、気流上昇なんか舞い上がっちゃってる。これからも美容についての発信どんどんしていくから、ぜひまたみんなよろしくね。チャンネル登録してない子は今のうちだよ。そのうち多分ファンへのプレゼントとかも出しちゃうから、私がちょっとこれ買ってみんなにプレゼントしちゃおうかなっていうこともただただあるから、はい、とりあえずついてきて後悔はさせませんから、わかる通り。ではでは、また。